はい、皆さん表示されました。はい、大丈夫です。で、これは単にそのサーバー名、まあ、今回はその FF04 っていうマシン、それとそのこのポート番号、その接続、まあ、そのデータを通信するみたいに使うポート番号が8080なんですよ。まあ、これは、この番号なんかは、このサーバーを立ち上げるときに、まあ、その、実際にその、好きな、まあ、好きなっていうか、その、自分が指定できるんですけれども、まあ、今回はその、8080というのを、利用可能にしていただいたので、まあ、これを使っているという、話になります。で、これが立ち上がった、立ち上がった状態ですと、まあ、大体その配分は、その、メインの、ワークスペースの中でその3つのこのエリアに分かれてまして、で、ここの一番左の部分、ここが、先ほどその、ノードという、接続に使うものが、リストアップしたエリアになります。まあ、これ、文字列と読んでるんですけども。で、ここの中で、例えば、カラーというものを、まあ、その、クリック、まあ、選んでいただくと、まあ、ここに選んだものが、まあ、ここに、この真ん中の方に、ノードがその配置されて、で、これに関連する、その、UI、が、一番右の部分に、まあ、表現す、出てくると思うんですけども、で、多分から、で、この、2番目にあるものなんですけど、皆さん、これ出てきましたでしょうか。ですね。はい。で、まあ、ここが、まあ、ノード、まあ、ノードビューというふうになって、で、一番上がそのパネル、まあ、パネルビューになって、で、ここに、ここのそのタスクバーにレイアウトという部分があるんですけども、このレイアウトを、クリックすると、ここで、ここのバーがファイルエディットレイアウトとウィンドウスあるんです。緑のあのバーのことです。で、そこのレイアウトで、今このオールっていうのが全てのパネルを表示するという状態で、まあそのノードモードにするとそのノードだけのビューが表示する。まあパネルモード、まあ、そのパネルノードモード。まあそういうふうに、まあその使いやすいように、まあここで、レイアウト変えることが、まあ可能になっています。で、このノードのところに、まあクリックすると、まあこうやってその外枠が、強調するような形になるんですけども、で、この状態で、まあ、これに関連するところも、まあ、同じように記憶されて、で、変数、まあ、パラメータという部分が、この一番左側に、出てくるんです。で、この連動してるって、その今の値っていうのは、まあ、11、ここで11になってるんですけども、まあ、多分ここですと、ここの一番左の上の部分になる。で、ここのパネルで好きなところをクリックしていただくと、もうこちらの方も連動して、まあ、変わっていく。大丈夫でしょうか。で、まあ、ここの部分は、まあ、プロパティと読んでいます。で、大体これがこのワークスペースで、まあ、処理する、まあ、操作となるんですけど、で、メインのその操作に関しましては、このビューの部分ですけども、これを平行移動させたい場合は、そのマウスの右ボタンと左ボタンを同時にクリックして、移動すれば、これ全体が移動するようになっているかと思うんですけど、まあ、実際にその操作していただく。で、また、その画面が小さい場合、まあ、小さいというか、まあ、狭苦しく感じて、まあ、これを実際にその拡大したり、まあ、縮小したりするには、右ボタンを押したまま、移動すれば、拡大したり縮小したりできるんだと思うんですけども、
はい、試していただければと思います。ここのエリアの中で、はい、そこで両方のことも、あ、そうですね。これですか、はい、これのことですか、はいはい、で、この平行移動なんですけども、そのマウスによってその真ん中のボタンを、そのちょうど3つの、その真ん中のボタンを押して、そのまま動かしても平行移動ができる。そういう仕組みになっていると思います。で、まあ、そういうことで、その、カラーの、モジュールを選んだんですけど、まあ、これ、今ちょっとまあ開発中なんで、まあ、全てその一つのリストになってしまってます。その検索がちょっと大変だと。ほんで、その名前を知っている場合、もうここにその白いエリアの部分で、名前をまあ書いていくと、その名前に関連したものが下に出てくるような、まあ、CO とかなんですけども、そのカラーとかそういう、まあ、候補が出てくるような仕組みにもなっています。まあ、ただ、今その名前もあまり分からないんで、まあ、何を書いているか難しいかと思うんですけど。で、また、この、このモジュールを、配置するこのエリアなんですけども、このエリアでダブルクリックすれば、ここの、このモジュールリストが、出てくるようになっている。だからそのマウスをダブルクリックするか、またそのキーボードのスペースを押していただければ、その、ダブルクリックしたエリアで、まあ、これが、まあ、直接出てくるという、まあ、仕掛けもなっています。で、まあ、実際に、何かデータを読み込んで、まあ、表現したいと、まあ、表示するっていう、まあ、試したいと思うんですけど、まあ、一番単純なその、これは Google マップのその図で、まあ、JPEG の画像なんですけども、で、これを、まあ、その、読み込んで、まあ、表示する。で、このイメージを読み込むというモジュールの、その、ロードイメージというのがあるんですけども、それを、配置して、プラス、その読み込んだイメージをまあ表示するっていう、イメージビューっていうモジュールがあるんです。まあ、それを2つ配置して、それをつなげるという作業をやっていただきたいと思うんですけども。で、今回は、その遠隔地にあるサーバー側にあるデータを読み込むっていうので、この、このデータは実際には、この今皆さんがアクセスしている FF04 というサーバーのところに置いてます。で、このロードイメージ見つかりましたでしょうか。だからそのロードとなんかその白い部分なんか書いていくとなんか候補が出てくると思うんですけども、これが出てくると、まあ、ここで、まあ、ホームウォッチ、GUID とどんどんその、ナビゲーションしていければいいんですけど、これが出てこないと、ここに直接、ここのエリアに、で、これ消してます。で、今その、ワークスペース上に、まあ、これとは違うものを置いてるんですけど、まあ、読み込んで、配置したと思うんですけども、これの操作なんですけど、例えば、この度、複数の、入力と出力がある場合、すごくその、大きく、表現されているので、この、ノードの名前のところに、その三角、まあ、下向きの三角があるんですよ。それをクリックすると、まあ、これを簡略化した表示に、今下に向いている三角が、一度クリックしてあげると、その右に向いて、まあ、ここが、まあ、スペース有効でね、そう、これが大きくて、まあ、スペースを取っているので、まあ、簡単に見せる。表現したかった、表現したい場合は、あちらの、この三角をクリックしていただければ、こういうような簡略化表現というのが可能です。で、この外枠、今ここは何表現して、表示されてないんですけども、クリックしたときに、皆さん気づいたと思うんですけど、外枠が、強調されるので、どのノードを、選択しているかって、アクティブのノードが、すぐわかるようになっているかと。で、先ほどその色が変わってたと思うんですけど、
まず例えばそのデータ読み込むノードの場合、最初の赤になってたと思うんですけども、これはその不完全な処理、まあ、その処理が終わってないというあのメッセージがありまして、で実際に例えばそのデータを、まあ、読み込みたいデータを指定して、あのまあ、エンター、まあ、この直接書いたり、まあ、GUI ですね、エクスプローラー上で、まあ、そう指定した後、そのデータを読み込みが行われているその状態では、まあ、黄色になります。でそれが、まあ、正常に読み込まれたという、まあ、メッセージでは、そのこれが緑になりますので、この色を見て、その処理が、無状態というのが、まあ、分かるようになっています。で、もちろんその実行して、これが正しく読めなかった場合は、また赤に戻りますので、この場合、何らかのエラーがあったと。で、ここの、この一番上のその、緑のそのバーのところにウィンドウというのがあるんですけども、このウィンドウでコンソールアウトプットというものがあるんです。これは何かと言いますと、このサーバー側で実行しているそのサーバーのそのログになります。だからその赤になった時に何らかのエラーのメッセージだとか、言った場合、サーバーがあるんですけど、ここにそのコンソールアウトプットをすると、最後のそのログの部分が出てきますので、そこでまあチェックできたりになっています。だからその、緑でなってれば、まあここまでまあ見る必要はないんですけど、なんかエラーがあったなと思うと、まあここのウィンドウのコンソールアウトプットで、まあそれを確認するということが、まあ、可能です。で、まあその可視化処理のまあ最初の、というのがまあデータを読み込むっていうのがあるので、でこのタイプ の, そのデータ読み込みに関するあのモジュールちょっと簡単に説明したいと思います。データ読み込むモジュールはまあ全てそのロードという名前からまあ始まってして、でまあ、対応しているデータは、まあ、全てに対応しているわけじゃないんですけど、まあ、一応その、よく使われるそのデータっていうのを、まあ、対してて、まあ、ここにあるものが、ライズハイブで読み込めるデータです。この、まず、最初はそのメッシュデータ。例えば、その三角形のポリゴンデータみたいな、と言って、フォーマットが STL、OBJ です。フォーマット。データを直接読み込むことが、まあ、可能になっています。で、まあ、名前も、まあ、ロードは何とかになっているので、ロード STL とか、ロード OBJ。そういうようなデータがあるので、まあ、それを選んで読み込ませれば、読み込むことが可能になります。で、また、ボリュームデータ、みたいなものは、これはちょっとこの可視化チームがメインに扱っているそのデータに依存してしまって申し訳ないんですが、SPH フォーマットとか、あとはそのボリュームフォーマットっていうものに、まあ、対応してまして、で、まあ、それに変換して、これが一番簡単な読み込み式になります。で、またその、プロテインデータバンクでそのデータフォーマット、まあ、これまあ、こういうデータも、まあ、直接、その PDB フォーマットデータっていうのを読み込める、ロード PDB っていうのも、用意してまして、でまたもう一つこの先ほど皆さんが言ったそのロードイメージ画像データの読み込むデータというのが、まあ用意されています。でこれは単体データその、まあ、一つの、まあ、塊でそのデータ全て表現されるようなものというもので、まあ、その単体データ読み込み用の、まあ、モジュールになっています。で、最後の方で説明をしたいと思うんですけど、メインその並列処理とかで行う場合は、データがあらかじめ分散しているようなのがあるので、それはハイブの方では、データマネジメントライブラリ
あの XDM ライブラリがあるんですよ。そのロードあのなんとか DM というデータを使えば、あの並列データを、まあ、ユーザーがあまりそのあの認識しなくても、まあ、自動的にまず集めてきて、まあ、読み込ませて、一つ読み込んで、単体として読み込んだり、まあ、分散して読み込んだりとか、そういう機能がもう、あの出されています。ただ、ここは、どちらかというと、単体のデータ、それを、まあ、一つ読み込んで、まあ、処理するというようなモジュールになっています。アビッシュ、ボリュームと、あの、PDB と、まあ、出す、あるんです。で、ちょっと今度はその、シェーダー部分の処理にも入ってくるんですけれども、あと、さっきはその画像データ、読み込んで、まあ、単に画像として、二次元のデータとして、表現できなかったんですけども、今度はそれを、ポリゴンデータとして表現する手法をあのやってみたいと思うんですけども、あの先ほどの画像、その画像をあの四角形のポリゴン、まあ、の四角のデータにそれにその画像をペタッと、まあ、貼り合わせて、まあ、その四角形のポリゴンデータをあのマウスで動かせるっていうのは、まあ、やり方なんですけども、あのここにあるこのノードを配置してつなぐ必要があるんですけれども、手元にある読めますでしょうか。ロードイメージがデータを読み込むモジュールであって、でそこからこのイメージをこのテクスチャーというのは、まあ、テクスチャー、そのポリゴンデータを貼り付けるためにテクスチャーというものを変換する必要があるんですけど、ユニフォームテクスチャーというノードをにつなげる必要があって、でそのテクスチャーをその四角形のポリゴンデータを作るそのパッドジェネレーター、それと一緒にそのポリゴンデータというものにもつなげる必要がある、ポリゴンオブジェクトで、そのポリゴンデータにその四角形の形状データとそのテクスチャーになった画像データを合わせて、これをまあ表現表示するっていう、まあ、レンダービューがあるんで、先ほどのイメージビューとの違いは、イメージはもう単に二次元のデータとしてまあ表現する、まあ、レンダービューはユーザーがこれに対してあの、操作が可能になっている、まあ、ビューになってます。だからマウスでこれ動かしたりすることが可能になっているビューなんですよね。この1,2,3,4,5 つのノードちょっと配置してつなげてみてください。で画像データはさっきと同じところに使いますので、またあのホーム1の GIUD のなんとかでもまたなかなか比較必要あるんです。この画像データをテクスチャーとしてこのポリゴンデータに貼るときに、このポリゴンオブジェクトの中で使われていたそのシェーダー、まあ最後ではそのドットフラグという、まあ、まあこれ別に名前でもいいんですけども、一応統一してそのフラグメントシェードのドットフラグという名前を使っているんですけど、これを利用するためにはそのテクスチャーとドットフラグというものに変更する必要が出てくるんです。このポリゴンオブジェクトはデフォルトでポリゴンドットフラグになっていると思うんですけども、そこにたどり着いたときにはですね、